おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、いつもね撮影とかでもお世話になっている継承券さんがねオンラインショップを始めまして、そちらから商品を購入させていただきました。で、今回買ったのはこちらのね麦と卵っていうメニューの取り寄せメニューになります。で、こちらのメニューの内容がね麺と返しのみのシンプルなものになってまして、あとはセレフでね生卵とかをトッピングするメニューにはなっているんですけれども、こちらのメニューはね以前店舗でもいただいているので、普通にそのまま食べるのではなくて、ちょっとねアレンジをしながら食べていきたいと思っております。それでは早速調理に移っていきます。まずはじめにこちらのニンニクを刻んでいきたいと思います。よし、ニンニクは刻み終わりました。よし、じゃあ調理をします。とまずかなり弱火でねオリーブオイルを入れて、まあニンニクを入れて、このスライスの唐辛子ですね、つまみこれぐらいかな、もうちょいかな、これをね弱火で香りがしっかり出るまで火を入れていきます。で、これをやってる間にね逆側でも調理を進めていきます。まずはこちらにもオリーブオイルで、こちらではね鶏のミンチを炒めていきたいと思います。よいしょ。もうね多分癖で IH だと離しちゃうとね火がつかないんですけど、これ多分ね一生抜けないと思うんですけど、フライパンをねこう上げて振っちゃうと思います。ここに黒胡椒、でございます。はい、まずはトッピングの鶏そぼろ完成でございます。こっちも OK かな。お、いい感じいい感じ。そしたらこちらのガーリックオイルとニンニクに唐辛子と完成いたしましたんで、こちらのトッピングを使って今回は作っていきます。よいしょ、重たい。よいしょ、はいはいはいと、よいしょ。今日もね、寸胴ちゃんを使って麺を茹でていきます。よっと。そしたらお湯が沸くまで待機いたします。はい、今ねお湯が沸けましたので、早速麺を茹でていこうと思うんですけれども、今回の麺ですねこんな感じでございます。めっちゃあるそれで今回のメニューに関しては何分ですよって表記がないので、ちょうどいい感じに茹でていきたいと思います。その間にだ、醤油だれ返しですね、まあ、この油も入っているんですけれども、これを先に容器に準備していきたいと思います。よし、 OK かな、これで。出た。そしたら麺を締めていくよーと。流水でぬめりを取りながらね、しっかりと締めていきます。よし、 OK かなと。よし、最後に盛り付けですね。麺を入れて、よいしょ、真ん中に卵を、よいしょ、まず先に唐辛子とニンニクのトッピングを周りに、よし。で、この鶏ほぐしなんですけれども、このまんまではなくて、こちらの鶏ホイルを変えていきたいと思います。一部にざっと、これとこれね、仕込んだ味玉があるので、こちらも投入していきたいと思います。今日の下味は醤油、お水、みりん、バルサミコ酢で砂糖ですね。よいしょ、はいと、完成でございます。よいしょ。違う、完成じゃないわ、これだ。ガーリックオイルを、はい、そしたら完全にこちらで完成でございます。うまそう。今回はね醤油がベースになるので、和風のペペロンチーノ風の麦と卵にしてみました。ということで早速向こうで食べていきたいと思います。はい、ということでこっちの部屋に移ってきました。
あ、うまそう。もう食べていいでしょうかこれ。我慢できない。いただきますと。まずは醤油だれとか和えずに麺だけで。香味油がかかっちゃってるからちょっと味は違うんですけど、麺だけで。うんまい。超もちもち。うめえ。とそこのタレもね、一緒に。ああこれうめえ。でもいくらでも食べられるな。卵混ぜて見てこれ、いやいや絶対うまい。なあ、え、うまいわ。やった。やっぱりね、構成がシンプルなんだけど、これがね、またいいわ。卵を空いてるので、もしかしたら、まあ、卵のせいかもしれないんですけれども、家庭で使うお醤油よりかは甘めの醤油ですね。それこそ卵かけ専用醤油とかあると思うんですけど、あっち系のね、醤油の味がします。うまい。今回ね、8食なんで約 1600g ぐらい茹で前であったんですけど、多分ね、これ一瞬でなくなる。今回鷹の爪とガーリックにその香味油入れて、これね、大正解だったと思う。皆さんが想像するように結構シンプルなので、こういったね、香りとか風味付けの食材を足すとかなりグンと旨味が上がりますね。ちょっと自家製の味玉も。ふう、見えるかな。今回の味玉はね、こんな感じ。もうトロトロ大成功。うまっ。めえな。ちょっとこれ待ってて、少々待ち。おう、よいしょよいしょ。ちょっと味変アイテムに黒胡椒とレモン汁ですね、持ってきました。まずこれ黒胡椒から。うまい。黒胡椒を入れるとよりね、ガーリックの香りとかが際立って、ペペロンチーノ感が増す。うまっ。鶏ほぐしが痛い。びっくりした。ちょっと休憩にこちらを。うめえ。ちょっと続いてレモン汁を。
ちゃ好き。うまレモンの酸味がめちゃめちゃ合う。これこれからね、暑くなってくる季節にかけてこういった清涼感があって、まあ、冷たい食べ物めちゃめちゃ美味しいじゃないですか。夏食いたい。絶対夏美味しいもん。ちょっと追加でレモン。ガーリックレモンうまいな。これうまい。多分もうなくなっちゃうな。もったいないな。もったいないってか悲しい。もう麺がなくなってしまった。そしたら最後の具材、味玉でございます。ごちそうさまでした。はい、ということで今ね、軽食軒さんの麦と卵食べ終わりました。大満足、めっちゃうまかった。こちらのメニューはね、冷やし系の混ぜそばになるので、これからのね、暑い季節にはぴったりですし、シンプルだからこそいろんなアレンジができるかと思いますので、皆さんもね、好きなようにアレンジを楽しんで、あなただけの麦と卵を作ってください。またね、こちらの購入サイトについては概要欄にも記載がございますので、そちらも合わせてご確認ください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。